ミッキー・ヤラガーは、イギリスのキーボード奏者。イアン・デューリーザ・ブロック・ヘッツのメンバーとして有名で、ザ・クラッシュのアルバム3作に参加したことでも知られる。ハモンド・ウルガンを専門とする。ジ・アンノーンズのメンバーとして、音楽のキャリアを開始。1965年にジ・アニマルズの創設メンバーアラン・プライスに代わって、同バンドに加入した。その後、チョーズン・フューを結成し、そこで、 アラン・ハルと一緒にプレイした。また、スキップ・ビファティ、ピーター・フランプトン、コーチーズとも共演している。ギャラガーの音楽は1970年代のイアン、デューリーザブロックヘッツのサウンドに大きな影響を与えた。ザ・クラッシュの有名なアルバム、ロンドン・コーリングとサンディニスタ。や、ライブにも参加している。クレジットにはないが、クラッシュのラストアルバム。 カット・ザ・クラップにも参加した。ギャラガーは映画、エクストリームズ、アフター・ミッドナイト、およびブロードウェイの公演、シリアス・マネーに音楽を提供した。彼はまた、ポール・マッカートニー、ロビー・ウィリアムズ、デイブ・スチュワート、アニー・レノックスのレコーディングやライブにも参加している。ギャラガーは現在ブロックヘッズでの活動をしながら、アニバルズのオリジナルドラマー。 ジョンスティールと共にジアニマルズフレンズでも活動している。ありがとうございます。